太平洋セメント株式会社は1998年に秩父小野田と日本セメントが合併して設立された日本最大のセメントメーカーである。1875年に設立された官営深川セメント製造所の流れを組む日経平均株価の構成銘柄の一つ。全身企業の内オ野田セメントが三井系で秩父セメントのメインバンクは 当時の第一官業銀行、日本セメントのメインバンクは、当時の富士銀行であった。ゆえに、太平洋セメントは、三井グループと水穂グループに属している、セメント会社といえる。創業ではなく、会社設立の年月では最も古い企業とされる。合併以降、本社、支店所在地は目まぐるしく変遷しており、同一ビル内での移転、原油化などの事例もある。 藤原工場小野田セメント、愛知セメント中央セメント、大分セメント桜セメント朝日セメント、太平セメント、東北セメント東洋産業秩父セメント秩父、小野田発足後北海道セメント、大阪木津川セメント、日本セメント、土佐セメント日東セメント、東亜セメント太平洋、セメントグループは2020年3月現在、太平洋、セメント、子会社186社、 関連会社102社で構成されている。無印は連結市会社。員は持ち分法適用関連会社セメント事業資源事業、環境事業建材、建築土木事業その他事業。ありがとうございます。